横、縦、俯瞰、この三脚があれば全ての視点を制することができる超軽いスマホ専用最強三脚スタンド紹介します。監督ラボの監督です。こちら180秒で紹介します。オープン。三脚ケース、トリセツ、本体、パーツは2つに分かれております。持った感触めちゃくちゃ軽い、持ちやすい、この弾力性のある持ち手。まずは対応できるスマホ、大きな画面でございます。こんくらい広がります。ケース付きでもこうやって簡単につけることができます。家にあるスマホつけれました。つけれます。 6.5 から 10 センチまで対応。この三脚特徴が俯瞰撮影が簡単にできること、はい、普通の三脚で真上から真下を撮ろうとすると三脚の足が邪魔になったり足が映り込んでしまうことよくあります。というか普通なります。しかしこの長さ63センチの横ポール映り込み解決できてしまいます。三脚足は25センチ、結構厚みがあるんですけどもびっくりするぐらい軽いです。高品質アルミニウム合金、3段階ございます。つけますとこちらゴム素材、こういう感じです。外で強い風が吹いても倒れることなくしっかり固定してくれます。こういった形なので傾斜があるところでも簡単に設置することができます。このスマホスタンドあらゆる視点に対応できます。高さは55センチから180センチ、3段階切り替えとこの部分も含めると約4段階まで高さを調整することができます。お手軽に水平を撮ることができる水準器も搭載、スマホ専用のスタンドなのであくまでもスマホに特化したスタンドとなっております。このポール取り外しが可能でございます。ちょうどいい長さで締めるだけでしっかり固定、外しまして空洞がありますので穴を通しまして締めることによって長時間に支えてくれます。そして横ポール、ここの回すことによって360度回転することができる。こういった形で真下からのショットだとかこうやることによって真上の撮影とかも簡単にできてしまいます。あとね、縦動画撮影することもできます。テーブルやキッチンだったり手作業作業なんかの時にも使いやすい。ちなみにここです。4分の1インチのネジ穴がついております。こういったものを取り付けて照明機材なんかもね、利便性が上がっていきます。最初にしますとこれくらいのサイズになりまして、ケースこちらに、はい、いやほんと軽い、めっちゃ軽い。この部分で長さ調整もできますのでこういった肩にかけてさて撮影行くかさっと持っていくことができてしまいます。外すことが簡単にできますので、何してんの、はい、こういった形で自撮り棒としても利用することができます。はい、いかがだったでしょうか。スマホ撮影をする方にはですね、ぜひおすすめしたい商品となっております。興味ある方はぜひ動画概要欄まで見ていてください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。